はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の28日木曜日、今日のパートナーは、こんにちは、三浦康子です。私の横には、大竹秀明です。よろしくお願いします。そして木曜日は、はい、おじんおずぼんの高松です。おじんおずぼんの篠宮です。はい、ね三浦さん、はいはい、あったかいですね。あったかい、びっくりしちゃった、ねね。さっきなんかシャツ一枚脱いでましたね。ねえ、暑かったんでさっき、うん、部屋の中が。部屋の中が。ねえ、でも今日だけですよ。 明日また寒いんすかそうですよまた戻っちゃうもね、三観しよでいいのかなこのそれで一歩一歩春に近づくゆっくり違いましたね参観しよ、もうちょい後かなもうちょっっともうちょい後かなそうだな間違ったな間違ったですねごめんごめん大丈夫です始まる前にちょっとおしっこきゅうね行かなくちゃと思っておしっこいってそれでもう若いねお前たちには気がつかないかもしれないけどもうねふっ でおしっこすあんまり勢いもないんだけど、うん、あのね終わるじゃない、はい、終わってからねんで振るいやいやまだ出るかもしれないじゃんって思うじゃんこっちゃんと動に残ってるところも全部出し切らないと,なないと残業があるんです残業がね <laughs> ほんとねあのほんと横にねあれが欲しいわ あのくるくるって髪があって、ティッシュか何かこうさ、あの出てくるやつがあってさ、先っちょちょんちょんって拭きたくなるぐらいな、本当に、もうわかんないだろうね、若い人にはね、なんかこう、この勘向かい、きれい、き悪いあの僕、立っておしっこすんのが怒られるんですよ、今、嫁に、おい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 、座れ、座れって言うんですよ。なんで まあそのなんかまあそんな散らばるからって話なんで飛ま、ね、からで,、ね、で座っておしっこするじゃないですかで座っておしっこすると多分、股間が圧迫されてかはいはいその垂れる量がすごいんですよへなんで最近やっぱこうティッシュ取って 吹いて。で、それも。頭ちょんちょんする。頭ちょんちょんします。実は私もそうです。自分妻も座らないとおしっこさせてくれないんで。でして、意外と残ってる感があるんですよ。で、それゃ錯覚じゃなくて。残ってんだ。頭なでなでして。頭ちょんちょんするんすけど、立った時にまた残ってるやつがピュって出るんですよ。へや、だから。 本当、あれだよ、男性トイレのこにもさ、ティッシュの箱置いとけって言うんだよ、だから、からからからって言って、ちょんちょんして、ちょんちょん、何の話だよこれ最近、それ、立って出ないようにするには、この頭、ちょんちょんするだけじゃなくて、ちょっとこよりみたいにして、で、頭の切れ目のところに、その細いのを、何してんの 奥の方にあるやつも全部吸い取るっていう、<laughs> それで。<laughs> そしたら垂れなくなりました、ねね<ー>。そこまで気使ってるっていうことまあそうですね。飛び散った時に怒られるのは怖いんで。はあ、はあ、はあ。いやーでも、いや、俺、俺も年、若い頃はでもね、みんなどう、どうなのみんな、そういうの。 ちょんちょんしてるのかねちょんちょんしてるんだけどあと根元の方からずっとこう絞り出すようにしてやるといいっていうふうに新聞に書いてありますなるほど絞くの絞ージ。根元の方からずっと尿道沿いに絞いてってっゼリーの筒状のやつみたいな絞り出すいやいのいや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 だやい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 い ああな。女子は。いや、でもさ、いやいや、俺は俺ぐらいの年齢だからの話なんだけど、意外と世間は、そんなの、お前いくつだ僕32歳っす。そんな若い頃からそんなことしてるか、わいそうに。まあでも、水分は重力だもんで、もしかしたら、まあ男性のことはイメージで言いますけど、おしっこする前にジャンプすればいいんじゃないですかジャンプして、水分はやっぱ重力で、下に下へと。お前何にも知らないね。何にも知らない。終わるでしょおしっこ終わったのでおしっこ終わったね。 か,かかとを上げて、てかかと、ンってやるやるんだ。やってるんですよ、世間に。あ、おしっこする前にトントンして、全部下に。おしっこする前じゃないよ。全部下にやっときゃ、なんかこう、一気にいかないのかな。うん、し、もう、そんな勢い、ない 筋肉の衰え方は何なんだろうね。いい <laughs> 勢いないよ。かりせんま、ちょっと、変な話だけど、でも男の人ではぶ分なんか、あの、ま、ちょっとビビるはなんだけど、あの、人によっておしっこの量とか出方とか結構違うみたいね。<laughs> ああ<ー>。<ー>こんなこと言っていいのかわかんないけど、若い頃、あの、小山田宗則さんっていう、うん、あの、結構お,お年寄りしたいい役者さんがいると一緒になったの。うん、ともね ものすごいもうなんか水道の蛇口かもお前がみたいなこんな人もいるんだとかも。<ー> 伊藤あそこもそうやつしたかああの手の顔つきの人ってトイレ行かないんだよね。伊藤あそこもそうだ。分かるうちの中本とか分かるあのなんつアヒらいじゃん。中本巻き込まれてト中本まき中本は昨日俺テレビタックル取ったら中本がいるからなんで言るたら中本大久保についてたんだろ昨日。だから中本大変なんだおしっこぐらい巻き込むなよお前。全然。 大久保さんも仲本も、<laughs> うん、私が、うん、あの同じ学園におるじゃん、うんうん、5回ぐらい行くの、とにかくトイレ多いの、うん、1>, 1回も行かないの、あの2人。 全然排出しないの。排出しない。でもおっするべきタンクんじゃねえのダムみたいな食食べべてて。すげえなっつって毎回すごいね本当にトイレ行かなくていいのっつって私はいつも飛行機中本と移動するでしょまあ国内だったら1時間2時間でしょまずもう飛行機乗る前にトイレ行ってで座って1回ひどい時はあの 飛行機飛んでる間も一回トイレ行って空港着いた瞬間にまずトイレ行くんですよその間仲間と一回も行かないゼロ回の間で3回も行ってでホテル着いたらまず一回トイレ行くでしょ絶対全然行かない映画行ったら絶対トイレ行くタイプ前後で必ず前後で必ずあ前後で行くんです途中は行かないあマ頑張っていやいや俺もだけどほら今ほらお芝居とかさ結構2時間長いっすよ長いっすよ長いじゃないそれでまあ おトイレ行ってから劇場でトイレ行ってから行くんだけど時々あの忘れちゃう時なの、ね、<ー>忘れちゃうと,ちょっと,と途中2時間ぎりぎりになってくるといやーってそのことがかなりまあ立っていくまでほどのことじゃないけど、はい、男の人のは我慢できるわけだからねというわけじゃないけどでも後半かなりしんどくなるね2時間超えると。 劇場ね劇場の女子トイレなんてすごいですもんね行列ギューンって蛇みたいに所を巻くぐらい行列になっちゃうもんでだから劇場で行くと間に合わんもんで絶対私駅でおしっこしてから劇場入るんですよなるほどね なんかあれだよね男性のすごい有名な歌手の人とかそういう女性に人気のある人がやるともうあの公民館とかもう女の人男子のトイレまで入ってくるからねそうでもそうしないともう間に合わないしさ私もね男子トイレが空なのにでも女子はすごい行列なわけですよそういう時いつもなんか思う入っちゃダメなのかないいんじゃないかな女性のトイレ長いでしょ長い長いよ 長いですでもうちの嫁それいつも切れるんですよ女のトイレ長いな言うてほのお前どうやねんって言って僕一遍聞いたことあるんですけど嫁すごいんですよじゃっつってもう終わるんですよじゃめジちゃめャッジッジッっッジッすげえなだからトイレで待たされたことないです嫁が早いんで室井柚月さんも異常に早いですあそうなんですかはいあそう で芸能人が早いかもね、うん、私ももう、トイレの個室の前に行くまでには、もうベルト外しとるもん、歩きながらベルト外してる、あもうすぐ出せるそれ、男みたいじゃん、それ、男の人、よくそうだよね、下ろすと瞬間に、中年の親父、しゃがむと瞬間ぐらいに、もうシャ、しゃーっいやいや、いや、危ない、<laughs> 危ない、ちょっと、<laughs> ちょっと、ズボンの後ろあらへんとか、でもイメージはあれなんの、西部劇のイメージの、曲が流れてるの、西部劇のイメージは。 ジジェェリアのマでも早打ちのガンマンみたいなイメージでいつもトイレ行くのでも外してるでしょベルトで個室のドア鍵閉めて蓋開けた瞬間にザッともうだから1秒でもパンツ手こずったら濡れてしまうっていうそのねなんその緊張感のところで戦ってんでねこう見えてもね意外と想像力の豊かな男なんだあんまり想像したくないね早打ち。 全部映画出てきちゃったから、今どけんの大変なんだ、頭の中。早打ちやっちゃう。早打ちやっちゃう。ウエストにもう手を置きながら。ザ玉と同人って。ザ <laughs>